こんばんは、山本磯六です。今日は防災と最強の女たらし、スノーを紹介するよ。2000XX 年、時はニコ生の最盛期時代、ニコ生の配信者を脅かしていた、スカイパー、と呼ばれる嵐たちがいた。スカイパーの中でも最も恐れられていた集団が、渋谷12奇襲と呼ばれていた。渋谷12奇襲の頂点に立つのは、元帥、というスカイパーだった。そして元帥を裏から操っていた影の支配者、デスオチンチン。そのデスオチンチンが唯一逆らえない師匠が、スノー、だ。スカイパーたちはスノーのことをこう語ってくれたよ。ガチモンのヤクザ。確かマフィアだった。リアル論破野郎。口癖は論破したったわ。ガソリンスタンドの店員を論破したって自慢してた、など、様々だよ。彼のスカイパー時代の名前は、一条類。だったようだよ。また彼はペニスマン事件を起こしているが、これは YouTube で語るには危険すぎるので省いておくよ。ネットには一部の情報は載っているので気になる方は調べてみるといいと思うよ。さて、そんな彼の防災とでの活動はそういった嵐行為は行っていないよ。また、磯六と仲が良く、配信でマヨネーズを作るマヨネーズ企画を行ったり、リア突もしていたよ。そのマヨネーズ事件で彼は彼女の家におり、後ろで指摘されながらマヨネーズを作るというズルをしていたよ。さらに、メグメグの狂言自殺事件の時はデスオ枠に颯爽と現れシャンクスバリにデスオ枠を終わらせるよ。この時のデスオの態度からも、スノーに逆らえないという感じが出ており、やはり師弟関係なのだなと感じるよ。彼の配信のリスナーは女の比率がかなり多いよ。コダック。あってね。ここ、リータ、ペペノロン、なっちゃん、なち、と上げていくとキリがないよ。ちなみに彼の推しマークは、黒い星、だよ。彼は某サイトでの花火師と呼ばれる人であり、気に入った人にかなり大量にアイテムを投げるよ。またブーちゃんという配信者を推していた時期があり、たまたまそこで磯六と鉢合わせたりもしているよ。ちなみに、この時、ふわっち上に彼女がいたよ。その彼女の名前は武士の情けってやつかな、出さないでおくよ。でも、マヨネーズ配信の時に磯六が彼女のアカウント名をポロッと言っちゃったりしてるよ。この彼女はシャチに狙われており、それが原因で別れてしているよ。その後、配信上でシャチ、磯六、スノーでの対談が行われているよ。ちなみにこの時磯六はシャチを全く知らず危険性もわかっていなかったよ。これが、シャチの被害者が初めて表に出てきた話だと思われるよ。アイテムを投げるときは男性のところではアカウントを出して、女性のところでは匿名で投げるよ。その後彼は、表舞台から消え、ディスコードで LOL というゲームを延々とやっているよ。だが、彼の女たらし癖はその間も加速し、天使の祈り、なち、なっちゃんなどのリスナー女性や、配信にはいない女性も Twitter やディスコードでどんどん垂らしてくよ。また、この時に天使の祈りにゲームの課金アイテムを送っているよ。さらに、とある女の子にゲーミングチェアを送ったりしているよ。次に彼が表に出てくるのはなっちゃん問題が浮上した時の話だよ。彼はこの時、初めて女たらし癖でヘラってしまうよ。この二人が酔っ払いのメンヘラだからという理由もあるよ。まあ、この詳しい内容もエグすぎて YouTube に上げれないから割愛するよ。危うく人の生き死にに関わる事態にもなり得たとだけ言っておくよ。この後当面は自身を寝落ち王子と称し、寝落ち配信を延々と行っているよ。リスナーの比率はそれでも変わらず女性の方が圧倒的に多いよ。ただ、表で関わりたいという女性は少なく、コラボに上がるのは男性の方が多いよ。さて、その後当分の間は配信を休止し裏で LOL やラストをずっとやっているよ。最近表に出てきたのはエオコという女性をたぶらかした時のことだよ。このエオコという女性はおばあちゃんだよ。ちなみにペペノロンという女性もおばあちゃんだよ。たぶらかすのに年齢は関係ないようだね。まあ、彼の動きの本質は基本的には裏でのやりとりにあり、表でのやりとりなんてその氷山の一角に過ぎないよ。防災と上では、スノー、であり、一条類、ではないよ。本当の意味での彼。一条類が見れるのは裏で、スカイプで、ディスコードで絡んだ人だけだよ。この動画を見ている人、特に女性は彼にたぶらかされないように気をつけてほしい。
たぶらかされた先には何も残らないかもしれないのだから、